この学校は好きですか？私はとってもとっても好きです。でも何もかも変わらずにはいられないです。楽しいこととか嬉しいこととか全部変わらずにはいられないです。それでも、この場所が好きでいられますか？私は。篠原、相変わらずいないのか？
何度言えばわかるんだよ。でもすげえ小さい音だったっての。すげえ小さい音でも壁が薄いから響くんだよ。ヘッドホンで聞けよ。な、高級なもんねえって。じゃあ聞くな。いや、でもあれ聞かないと調子出ないんだよね。それに結構イカス音楽だと思うんだよね。今度歌詞とかちゃんと聞いてみてよ。イカしてるから。イカしてるも何もねえ。こっちはムカついてんだよ。次聞こえてきたら叩き出す。ヒヒ。くそ、ラグビー部め。うわぁ！僕を殺す気か？あのさ、岡崎、ただでさえここのところ連中との関係が穏やかじゃん。あと1年残ってるよ。あのね、僕だって1対1なら引くことはないさ。たとえ相手がラグビー部だとしてもね。けど周りは全部ラグビー部の部屋。こんな場所でことを起こした日には部が悪。でもまあ卒業間際になったら派手にやるのもいいね。そん時は岡崎、僕の背中はお前に任せるぜ。来るなよ、行けよ。いつからだよ。はい、なんでよ。共に過ごしてきた僕らの2年間は一体何よ。やめてくれ。お前な、僕の立場に立ってみろ。頼むからここではおとなしくしててくれ。出ねえよ。頭下げようが出ねえよ。お前、ここが食堂かなんかと勘違い。ああ、全然分かってないっすね。自分で行くという発想は浮かばないのかよ。そんな裏設定は隠されていません。壮大な嘘つかな。最初も最後もねえよ。僕むちゃくちゃ本物そうっすね。出ねえっての。うぅ、そろそろ寝ない？じゃあ僕シャワー浴び。
それは、その、何と言いますか。はい。遅刻してます。です。待ってください。アンパン。何のことだかよくわからないです。いえ、取り立てては。と言っても嫌いなわけではないです。どっちかというと好きです。私が悪いですから、すみません。おい、岡崎。委員長泣かすなよ。姉貴が飛んでくるぞ。大丈夫です。泣いてませんから。しないようにしてください。
どうぞ。3枚選んでください。見せてください。あ、岡崎くん、明日遅刻です。来る途中、横断歩道を渡れなくて困っているおばあさんがいて、手を貸してあげていたら遅刻してしまいます。でもたくさん感謝されてお小遣いとかもらえます。乙女のインスピレーションです。そんなことないです。ただ占いで、え、それは良くないと思います。困っている人は助けてあげないとダメだと思うんです。でも、はい、占いあまり気にしない。グッモーニー、いい朝だね。ボンボヘって感じ。はあ、お前の寛大さと僕の穏やかな朝に何か因果関係が？あるわけないでしょ。目覚ましのコーヒーを飲みながらお気に入りのヒップホップを聞く、その優雅な時間だけは誰にも邪魔できないのさ。今度お気に入りのテープダビングさせてやるよ。お前ボンバーをバカにすんなよ。何言ってんだよ、あれは間違いなくヒップホップの最高傑作だっての。まあ今度空のテープ持ってこいよな。さて、昼まで寝て過ごすとするか。まあね、でも起きてても仕方ないじゃん。んじゃ、おやすみ。
っこの方が美味しいの。食べないの。焼きじゃないから。髪食べたい。お腹空いてない。私もお腹空いてきたの。いただきます。あーんして。しかないの。どうしよう。おいしい。もっと食べる？昔ってどのぐらい？
お前死んでるじゃん。え、マジかよ。つことはここって100年後の未来なのかよ。世界はどうなってるんだ。マジかよ。おごるよ。何だってしてやるよ。そうなのか。世界は滅びたのか。父さん、母さん、最後までバカやっててごめんよ。僕一人でも強く生きていくよ。立体映像に蹴られた。てめえ、立体映像じゃねえだろ。未来ってのも嘘か。じゃあ世界は。マジかよ。父さん、母さん、最後までバカやっててごめんよ。僕、岡崎サイボーグと力を合わせて生きていくよ。なんでだよ。くぅ、相変わらず混んでやがんな。お前の壮大な嘘のせいでね。こっちは寝ぼけてるんだから信じるよ。もうおごる理由ないっしょ。バカなこと言ってないで、とっとと座る席作ろうぜ。一年連中をどけるに決まってんだろ。はい、ここ僕たちの席ね。おい岡崎、向こうの席開けてた途中なのによ。はい、ここ僕の席だからどいてね。あ、何、俺たち食ってる途中なのにどけって。え、いや、1年かと思って。1年だったら食ってる途中でもどけるんだな。いや、しないしない。僕、この前この人に食ってる最中にどけられたっす。おー、てめえ、何作ってんだよ。よし、よくわかった。ちょっと裏行こうか。ひひひ、誤解っす。見て、あの子、ほらあそこ、一人でパン食べてる。なんか一生懸命で可愛い。どこのクラスの子だろう。あんまり見ない子だね。
この学校は好きですか？そうですか。私はとってもとっても好きです。でも何もかも変わらずにはいられないです。楽しいこととか嬉しいこととか全部全部変わらずにはいられないです。はい、そうです。病気でずっと休んでいたんです。はい、長い間です。もうこの学校は私が楽しく過ごせる場所じゃなくなってたんです。友達と呼んでいいのかわからないですけど、話ができる人は少しだ。迎えてくれないです。いえ、悪いのは長いこと休んでいた私の方なんです。だって彼女たちと過ごした時間はほんの少しで、今はもうこの学校にはいないんですから。みんな卒業しました、今年の春に。9ヶ月です。浦島太郎の気分を味わいました。だから一人で昼ご飯を食べていました。はい、それではまた。ただいま。泣いてなんかないやい。何何？いいじゃん。お、すげえ爆走。なんだよ。ゆー、
説教する気かな。お、始まるぞ。トモヤさん、やっちまえ。やるって、あの子が？やられるっての。何あれ。僕も行くよ。待てっての。あんなの絶対おかしいって。ありえないよ。え？正当防衛だ。そうだろ、お前たち。はい。俺たちから仕掛けました。トモヨさんは悪くありません。トモヨさん？名前知ってるってことは知り合いなの、君たち？違う、さっき名前を聞かれたから答えただけだ。そうだろ、お前たち。はい、そうです。そうか。まあ今回のことはこいつらも反省して、二度とこんな危険な真似はしないよう、対処は我々に任せておけばいい。ああ、次からはそうしよう。ではこれで失礼するぞ。ああ、あとお前たちもな。え、トモヤさんじゃないですか？坂上トモヨ、この春から2年生に編入してきたんですよ。たまにですよ、たまに。怯えて職員室に引っ込んでくる先生たちをよそに一人立ち向かっていくんですよ。かっこいいっす。バカだったらこの学校に編入なんてしてこれませんよ。なんだお前たちは、通れないじゃないか。絶対おかしいっての。ありえないよ。あ、待てって。よく寝た。さてと、どっか行くか、岡崎。ま、放課後ぐらいは楽しまないとね。どこ行く、岡崎？そっか、僕もすっからかんなんだよね。とりあえず学食行ったら誰かいるだろうからさ、ジュースでもおごらせようぜ。よし、じゃあ行こう。ねえねえ、ジュースおごってよ。100円じゃなくて200円。2人分だから、あっちの人も。うん、君いいやつだね。なんかあったら僕たちに言っておいでよね。僕たち学校の外ではブイブイ言わせてるからさ。この前も喧嘩売ってきたやつの眉間にさ、人差し指一本当ててやったの。そしたらそいつの顔面こっぱみじん。
うんうん、君いいやつだね。なんかあったら僕たち呼ぶといいよ。岡崎、何にする？ジュースだっての。僕だって減ってるよ。でも金がねえって言ってるだ。カツ丼のためにな根性見せません。ほな、腹に溜まる炭酸だ。これで我慢しろよ。あいつらは。こぞって女子寮を覗いたりして。あいつらは小学生か。何よ岡崎。それしかないんかね。そういうのは主義じゃないんだけどさ。じゃあしゃあない。次はひっぱたいてやるか。じゃあどうすればいいのよ。その方が逃げられるじゃない。相手はラグビー部よ。そんなうまくいくかね。何？人の部屋の前で密談？てんばーつ！いやー！二度と女子寮覗かない？届きません。誓う？誓います。よし。すごい効果てきめんね。あーでもなんか自分が暴力的な寮母になっていくようで悲しいわ。あのさ、僕なんかした？激痛でなんかよく分かんなかったよ。お前さ、雑誌読むだけなら持って帰っていいから家で読めよ。どうしてだよ。マジかよ。そりゃそんな風に言われると追い出せなくなるけどさ。出てってください。一度も入れたことねえよ。そもそもなんで僕がお前にこき使われにはならないんだよ。後輩でもないし、腕っぷしだって僕の方が強いはずだ。それともなんだ、今ここで上下関係白黒はっきりつけるか。むちゃくちゃ読書に没頭してますね。それ返せよ。僕だってまだ読んでないんだぞ。お前の持ってる次の号に答え載ってるんですけど。あんた何様だよ。何のだよ。
なんで逆切れされんじゃならん。静かにしろや。あんた鬼っすね。くそ、マジでクロスワード解いてやる。てめえ当たってたら参りましたって言えよな。縦の1、元日から3日までを何と呼ぶか。バカかっての三電キュッと。ダメだ、おかしい、答えとマスの数が合わないんだよ。絶対間違ってるって。ダメだ、やめ。くそ、つまんね。なんか面白いことないかね。あれって何よ。あのトモヨとかいう女のね。ああいう目立ち方は好きじゃないね。とんだ茶番劇じゃないか。女一人で男二人をのすだって？そんなことはありえません。あんなのやらせに決まってんじゃないかよ。つまり相手は桜だから、バレないように遠目でしか見えないところでやってんだろ。それに注目を集めるには格好の場所だ。それで実際一部じゃ人気者になってんだろ。ま、喧嘩を見慣れていないうちの学校だから通用するせこい作戦だけどさ。でも残念、ここに幾多の戦局を切り抜けてきた百戦錬磨の男がいたんだな。僕のことだよ。てめえが知らないだけだ。僕は一年の頃は夜の街でストリートファイトを繰り返してたんだぜ。岡崎、実力は見た目じゃない、その強さだ。違うか。わかったよ。じゃあこうしてやる。明日その女に喧嘩を売ってやる。僕が強いのと同時にそいつがやらせだったってこと分からせてやるよ。ふん、久々に腕が鳴るぜ。はあ、僕そろそろ寝たいんだけど。泊まってくの？じゃあ電気消すよ。あ、そう。じゃあもう寝るから出てってくれる？なんだよ。最後まで言えよ。Thank you.
こう。恐ろしい子だよ。若いもんが年寄りをいじめよ。ねえ、あれ見て、おばあさん相手にカツアゲしてるわよ。あの人3年の不良よ。ああ、なるほど。悪そうな顔してるぜ。誰か人呼んでこいよ。ばあさん殴り殺されるぞ。殴り殺されると思ってた。あの人も意外とトロいんだな。実は大したことねえやつなのかもよ。こっちに来るわよ。やべ、逃げろ。しませんでした。はい、よかったです。そんなことはないです。外れた方がいい占いもあった方がいいと思います。ちゃんと遅刻しないで学校に来る方がいいと思いますから。心もリフレッシュできて、怪我のない安全な一日を過ごせるようです。占いですから。そうです。はい、そこのカード、とても優しい女性と出会います。はい、優しい人です。スペードは剣を意味しますので、つまり騎士のような人で、
なのできっと優しい人です。占いですから。うわ、なんであんたがいんの？めっつらしいわね。まだ朝よ。これよこれ。あんたバカでしょ。なんで私があんたにお弁当あげなきゃなんないのよ。なんか失礼なこと考えてない？あ、お姉ちゃんどうしたの？りょう、これこれ。あ、お弁当。はい、テーブルに忘れてたわよ。わざわざありがとう。別に気にしなくていいわよ。ん？何が？お姉ちゃん、今日少し寝坊したから。あ、うん、その、ギリギリまで起こしていたんですけど。自慢じゃないけど、寝起きはめちゃくちゃ悪いのよね。半目を保って、無言のまま動かないんです。はい、時間が厳しい時はバスを使いますから。私バス嫌い。まさか、ちゃんと間に合ってるわよ。まあそんなとこかしらね。ちょっとだけ、すっごいスピードだけど。お姉ちゃん、ひょっとしてあれで？わ、りょう、それは内緒よ。え、あ、うん。でも、控えた方がいいよ。昨日も人をはねたばっかりだし。それはもっと内緒。別に、女の子の秘密をあれこれ探るなんて趣味悪いわよ。それよりあんたの方こそ何なのよ。なんでいいの？あ、ちょっとはしょり。なんでこんな時間に教室にいいの？でしょ。珍しいっていうか、 UFO 見る方が確率高いんじゃない？あ、ひょっとして昨日の放課後からずっと学校にいたとか？そうなんですか？じゃあ、実はあんた偽物でしょ。え？岡崎くんじゃないんですか？
どうしろってのよ。あの、もしかしてひょっとして寮に占いしてもらったの？別に。あ、朝にも占ったの。なんて出た？なんか言った？あ、思い出しました。優しい女の人と熱い衝撃の出会いがあるんです。身も心もリフレッシュできます。頑張りなさいよ。どういう意味でしょう。やあ、来てやったぜ。ゆうべ話したろ、トモヨって2年の女に勝負を挑むってさ。これから行くんだよ。こういうのは初めが肝心なんだって。この学校はそんなに甘くないって教えてやらないとね。ほら、行くぞ。まあ見てなって。って来ないのかよ。そりゃ僕も女の子に手を出すなんてことはしたかないさ。でもあれだけ卑劣な手を使われて野放しにもできないだろ。いい子ちゃんばっかりの学校だと思って舐められてんだぜ。いいのかよ。だから今回は僕が汚れ役になっておくよ。んじゃ、ちょっくらギャッ。何のこと？あ、あれね。やっぱり大したことなかったよ。勝ったかって？当然男の僕が負けるはずないよ。しかも男の方でも僕は腕っぷしが強い方だからね。何？疑ってんの？もう、やだな。ああ、先生来たよ。岡崎、昼飯食いに行こうぜ。やだな、もう部活も何もやられてないってば。くわ、今日もむちゃくちゃ混んでやがんね。パン買って戻ろっか。あ、そんなことはねえよ。パンって美味しいよね。ごちそうさま。じゃあね、僕遊んでくるよ。
か。放課後だね。さてどうしますか。あ？僕、その後絶対に無事じゃないよね。やめてください。ほら、バカなこと言って。ゲーセンだったら誰かいるって。また全然運転慣れてなくってさ、免許も先週取ったばっかりなのよね。もちろん一発合格。でもって新車なのよ、新車。どう、かっこいいでしょう。え、ちゃんとごめんって言ったでしょ。何言ってんのよ。ぼーっと道の真ん中歩いてるあんたが悪いんでしょ。ブツブツとうるさいよね。弱者だってんなら弱者らしく道の隅っこ歩きなさいよ。強いもんに喧嘩売って負けたからって被害者面。人間小さいわね。何よ。そんなことしたら引き殺すわよ。あたしは本気だったけど。こんな時間だからバイクで来たんじゃない。人目は少ないし、急がなきゃいけないし、楽だし。そんな怠惰的な考えしてちゃ、人生腐るわよ。乗り物は人類の英知の結晶よ。文明の要。活用して初めて意味を持つものでしょ。これ、一人乗りだから。何？ひょっとしてあんた、私に抱きつきたいの？お昼ご飯はおかゆしか食べれなくなってもいいんならね。あ、顎を砕くって意味だから。さてと、じゃあ私行くからね。ウイング割れちゃったらあんたの鼻潰すわよ。だったらシートに座って万歳しなさいよ。そんなスピード出さないわよ。
一回バイ。このすっとこどっこい。そんなことしたらあんたの爪と肉の隙間に割り箸突っ込む。はい、これからは毎朝一緒に行こうと思いまして。迷惑だったら、その…そうですけど…やっぱり…ダメです。いいです。行かないよりは、ずっといいです。はい、努力します。倍らしいぜ。すげえな、両刀かよ。やべ、こっち見たぞ。ケツを隠せ、掘られるぞ。便所だってよ。これ本格的だな、おい。岡崎くん、そういう人もいるとは聞いたことがありますから。
通学なんて校則違反なんだから、先生に見つかっちゃったら大変でしょ。何言ってんのよ、せっかく買ったのよ、乗り回したいでしょ。私がバイク通学したことは絶対に内緒よ。目ん玉くり抜いて鼻に詰めるわよ。ほら、教室戻っていいわよ。ちゃんと私なんで私を貶めるようなこと言うのよ。いいじゃない、たまにはそういうのも。冗談で済まなくなったらどうすんのよ。別に深い意味なんてないわよ。とにかく次んなこと言ったら、死にたいの。20分かけてちぎれる寸前まで首絞めてあげようか。うん、もう何も言わなくていいから、おとなしく席に戻んなさい。ん、何か言った？始まります。あ、でも欠席すると補習とか受けないといけなくなります。占いで今日のグラマーは素敵なことがあるって出ましたし。あ、はい、素敵です。素敵なんです。あ、はい、よし、抜き打ち小テストをするぞ。当然パンを買いに来たんだよ。お前、そんなことも知らないでよくも。まあ見ろよ。先週の告知から生徒の間ではあれの噂。何？ならお前にはわかるのか？リュータってのが
一体何者なのか。よく見てくれ、タツタじゃないんだ、リュウタなんだ。リュウタという名前の人が考案した未知の具だという線が今のところ濃厚だが、実際どうだかな。謎が謎を呼ぶぜ。足を人並みに救われた。助けてくれ岡崎。そんな岡崎、僕たち友達だろ。あいつらはこぞって嫌いなおかずを残して、あーもう小学生みたいに知らないうちに食べてる献立を考えなきゃならんのかね。料理は得意な方じゃないんだけど、やるしかないのか。ああ、今度はどうすればいいのよ。いきなり？なんだよ、また人の部屋の前で密談？仲いいね。角原は今日はちゃんとおかずを残さずに食べてたわね。
感心。はあ、まあね。グリーンピースは鼻に詰めて飛ばして遊んでたらどっか行っちゃったけど。ドロップキック。次からはちゃんと食べます。そう願うわ。ドロップキック。うわー、なんだかこの量住みづらくなっていくんだけど。ここの寮生の相手してたらそりゃね。え、それ困るよ。夏場にブラチラ見れなくなるじゃん。それに食事に炊事に洗濯も。そうだね、僕らが入学した時からいたもんね。東京の短大出た後すぐ戻ってきたらしいから、20歳か。ああそうだった、20歳であの胸はないと思ったよ。少なくとも3年以上いるわけだから23歳から99歳までのどれかだ。レベルヒットポイントの限界から取ってきた方が良かった。だったら23歳から9999歳。でもそれだと若いんだか年食ってんだか分かんないね。そいつは言えてるね。よし、23歳だ。なんか理由があるんでしょ。うちの校長に弱みでも握られてんじゃない。要望しろ。さもないとお前のあだ名はボインちゃんだ、はっはとかさ。でしょ。想像できるのはそれぐらいだな。直接本人に聞いてみれば。
おはよう。おはよう。あれ、なんだろう。場所的には委員長の席なんだけどさ、なんか提出するものでもあったかな。多分占いじゃない。ふん。って、なんでお前がここにいるんだよ。ああ、何、私がここにいちゃいけないっての。 いえ、そんなことはないっす。別に、単なる暇つぶしよ。それにしても、相変わらずの人気ね。寮の占い。ひょっとして、あの人だかりの中心って委員長？カットしないように見えても、何かしら特技を持っているものなんだね。何するんすか。妹の悪口は許さないわよ。褒めたんだよ。痛いっす。あんた、原告の成績最悪でしょ。なんでお前が知ってるんだよ。僕にプライベートはないんすか。まったくよね。で、あんたらおかしいよ。あ、そうだね、ヘタレ。誰がヘタレだ。お前のことかもしれない。違うわよ、あんたのことよ。そうですか。で、なんでしょう。あんた試しに寮に占ってもらえば。え、僕が。友也だって何度も占ってもらってるしね。何占いなの。え、何、そんな人前じゃ言えないような占い。あの人だかりの中心部で、そんな、しかも生で。っていうか、岡崎、お前何度もしてるの。今日、お前の妹すごいよ。え、おとなしいと思ってたけど、実はすごい大胆な子なんすね。友也、あんた傭兵に何言ったの。僕もちょっと占いしてもらってくるよ。あ、手は洗ってからの方がいいかな。男らしいね、行ってくるよ。なんであいつ手をワキワキさせてんの。だは！トモヤ、あんたね。嘘だったの。相手見て冗談を言いなさいよ。幼稚園児に通じても傭兵に通じるわけないでしょ。言い切られるとすごく心が痛いんですけど、そこで謝られると認められたみたいでかなり辛いっす。
今は見えないのかよ。え、見えるのって顔は何？だってね、畜生、絶対将来お前らよりビッグになってやるからな。おしっこ。だからさっきそう言ったでしょ。ん？あ、わかった。本人には言っちゃダメだからね。ねえ、ところでさ、あんたって誰か好きな子いんの？なんとなく。ほら、不良ってさ、意味もなくかっこよく見えたりするらしいでしょ。だから大体彼女持ちじゃない？違うの？ひょっとしてあんた、そんなこと気にして彼女作らないとか？いたら付き合うの？もしさ、あんたのこと好きって子がいたら付き合う？それもそうね。来るもの拒まずなんてやつだったら、惚れちゃった子の方がかわいそうだもんね。別に特に意味はないわよ。え？何言ってんのよ。この私よ。まあいいんじゃない、そんなこと。なんていうか、ほら、私がその気になれば彼氏の一人や二人なんてボボーっとさ。何よ、その顔は。あ、私はあんたと違って作らないだけなんだからね。一緒にしないでよ。なあ、もう、ああ言えばこう言う。おい、岡崎。聞こえないのか、岡崎。角原はどこだ。探して連れてきてくれないか。そう、お前だ、岡崎。お前なら見当がつくんじゃないのかと思ってたよ。そうか、ならお前を代わりに呼ぶことになるぞ。もちろん職員室だよ。岡崎、お前は自分の遅刻の数を知ってるのか。そういうのを50歩100歩と言うんだぞ。とにかく、園原がいないんだったら、順番としてはお前になるんだよ。おい、岡崎、今からじゃないぞ。授業が終わってからだぞ。
ったくあいつらは。自分たちの住んでる寮も満足に掃除できないなんて、小学生でも掃除するわよ。今度はどうすればいいのよ。おもむろにそんなことできないんだけど。んな漫画みたいなことできるわけないでしょ。ああ、ミサエさん、ちょうどよかった。僕の部屋、空き缶から変な虫が湧いてんだよね。タチュ…己は。え？おりゃー！うわー！なるほど、やればできるものなのね。ほら、あんたたち自分の部屋掃除なさい。うわー！そりゃ大変だったね。まあまあ、同じ遅刻仲間なんだから助け合っていこうぜ。それはスリル満点だね。なあ、ほな。でも今日は眠いからそろそろ寝よっかな。あ？今お前なんて言ったよ。もう一回言ってみろよ。違うでしょ？小心者って言ったんだろ？なら堂々と明日も遅刻してやるさ。それ自主退学ですよね。いかに僕が枠に。どういう意味すかね。もう帰っておねんねかい。ともやちゃんはお子様だね。無論朝までゲームブックさ。ハラハラドキドキの大冒険だ。へっ、僕は子供じゃないからね。二度と寝るもんか。おはい。朝までゲームブックしてたからね。まあ、これで僕が小心者でないことが証明されたわけだね。うん。でも土曜ってさ、なんかワクワクするよね。なんたって3時間授業受けたら終わりだもんな。授業終わったらどっか遊びに行こうぜ。たまには他校の女性とナンパするとかさ。え、嘘。そんな、楽しい土曜の夜のサタデーナイトフィーバーが。
岡崎、どこ行くんだよ。面白いこと？僕も行くよ。そう言うなよ。教室にいたって一人じゃ退屈なんだ。あんたに言われたくないよ。何か探し物なの？岡崎、それ何？プヒプヒ。プヒ。かわいすぎる。触っても平気かな？噛まないかな？じゃあ触ろう、撫でよう、抱こう。プヒプヒ。逃げんなよ。こらー。プヒ。ロホア。ってなんだよ。あー、いてて、なんてもんが飛んでくるんだ。当たりどころが悪かったら死んじゃうぞ。てか一体誰が、なんだよ。お、遅いっす。プヒプヒ。バック、うちの子に何する気よ。そう、私のペット。プヒプヒ。かわいいでしょ。あんたの目、節穴にビー玉詰まってんの？これのブリンコよ。殺すわよ。ウリンコ、それともウリ坊の方が馴染みあるかしら。イノシシの子よ。プヒプヒ。何よ。そうよ。プヒ、言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。大魔女よ。あ、名前聞きたい。めっボタンっていうの。めっちゃプリティでしょ。プヒ。ん？なんて？あ、いでて。鼻っ面が焼けるように痛いぞ。ああ、ところでボタン鍋がどうしたって？味噌なら寮に戻らないとないよ。それとさっき僕蹴られたみたいだけど、靴の底と一緒に薄い、あれってきっとパン。忘れろ！とわー！超えた。あたしに会いに来たんでしょ。プヒプヒ。そうなのよね。プヒプヒ。あのね、ボタン、あたしまだ帰れないの。プヒ。だから家でおとなしくしといて。プヒ。学校終わったらすぐ帰るからさ。プヒ。大丈夫、家まではこいつがちゃんとついてってくれるから。
この子散歩大好きだから見張ってないとどこに行くかわからないのよ。だから監視役。どうせ授業なんて聞いてないでしょ。だったらちょっとは人のためになるようなことした方が有意義ってもんよ。つべこべ言わない。言ってくれたら今日の。ああ大丈夫、ちゃんとボタンが案内してくれるわよ。あんたは車とかカラスとか。そんなの決まってんじゃない。あんたの寿命が著しく短くなるだけよ。食堂にあるものならね。あたしが学校にいるうちに帰ってくればね。ういほらほら、置いてかれるわよ。5分もすれば目覚ますわよ。ブヒブヒ。ほら呼んでるわよ。物騒なこと言ってんじゃないわよ。ちゃんと送り届けてくれた？そう、ありがとう。じゃあ約束だし、お昼奢ってあげる。あ、言ったと思うけど、食堂限定だからね。あ、なんで？今はって、日変わったら奢んないわよ。なんか、怪しいわね。岡崎、やっと戻ってきたかよ。復活も何もやられてねえっての。避けてる。お願いします。まあね。ね、これからどうする？フィーバーしに行く？おい、篠原、今日こそは職員室まで連行だ。あ、やべ。あうで死ぬよ。あうでパスリかよ。捕まえたぞ。うわ、岡崎とアホアホコントやってる間に。お前ら、ほんと仲がいいな。なんなら、二人一緒に。
誰かいる。お前ね、勝手に人の部屋に上がり込むな。びっくりするだろ。怖えよ。ったく、みっちり絞られたよ。ちなみに次お前実家こっちなんだから訪問されるぞ。まだ進学させる気でいるからね。お前もだよ。やっぱ降ってきたな。これじゃどこにも行けないじゃん。昼間っから男と部屋で二人きりなんてな。僕の部屋でしょ。まあね。負けた篠原って、負けた岡崎は？よし、勝った！よっしゃ、2連勝！どうだ、3連勝！え、僕が走るまでじゃんけんを続けるだけのゲームなんすかね。それって絶対いじめっすよね。誰？あたし。何？ケーキでも作ってくれたの？作らないわよ。ちぇ、なんだよ。期待して損したじゃん。あたしがいつそんな期待させるようなこと言ったのよ。ミサエさんは黙ってても何かしてもらえるんじゃないかって期待させてくれる存在なんだよ。そりゃあ罪深い存在ね。ま、今度作ってくれたらいいよ。あ、わかったわかった。で、何の用？岡崎、傘持ってるのかなって。そう、今大雨よ。傘あるの？誰の持ってくのよ。それ、うちの誰かのなんだけど。そんな悪循環の最初を作らないでくれる？ほら、これ使いなさいな。履くなら長靴もあるけど。風も強いから帰った時には靴ぐしょぐしょよ。風邪ひかないようにね。それだけ。じゃあね。風邪ひいてミサエさんに看護してもらうってのも悪くないね。なんで、いいじゃん。額と額当てて熱測ってくれたりしてさ。いたずらでその時にチュって唇奪ってもさ、病人。岡崎、ちょっと出て話そうぜ。何？どうしたの？何しちゃったの？やばい雰囲気だよ。やられそうになったら床に額こすりつけて謝るんだ。僕はいつもそうしてるよ。ほら、早くしろ。岡崎、ミサエさんに何レクチャーしてくれてんだよ。お前、変な技教えたりしてるだろ。他にもあるだろ。さっきも
ミサエさんと話してやがったの。見た、お前いい加減にしとかないとここに来れなくする。常習犯のお前が言うな。何こいつ、自分一人いい人気取り。てめえ、ミサエさんに色目使ってんじゃねえだろうな。え、とにかくだ、てめえはここの寮生じゃないんだから。返事はどうした。よー、分かりゃいいんだ。おい、そこのあんた。あんただよ。頼む、ちょっと来てくれ。こっちだ、ここを見てくれ。それでその場で見上げたら、この作業員の兄ちゃんがいたってわけだ。何度も言っているが、
工具を落とすようなヘマはしない。もししていたとしてもだ。それをか自分で気づかないミスだってあるでしょ。ねえ、あんたもそう思うだろ。この人は俺の車の真上で作業してた。落としていないと言い張っているが、何かを落としたからこうしてボンネットがへこんでる。どっちが常識的か言ってやってくれよ。さあねって、あんたも常識のない人間なのかい。じゃあ、あんたの会社に電話させてよ。事情説明するから。ここね。二度とあんなことしない。しないっす。誓う。誓います。よし、次したら選手生命終わらせてくれるわよ。次はドイツよ。あら、岡崎くんじゃない。どうしたの。よし、悪い子はいねがーって、どんなイメージなのよ、私は。はあ、私、昔はこんなんじゃなかったんだけどな。これでもね、清楚な美少女だったのよ。信じてないわね。違うわよ、連中のせいよ。それはもうウブな女の子だったのよ。暴力なんてとんでもない。バカにした目ね。ああ、あんたをあの頃にタイムスリップさせてやりたいわ。そうしたらきっと惚れるわよ。あ、そういやさ、岡崎、猫を見なかった？まあ、ずっと私の部屋にいるからなかなか見る機会はないでしょうけど、いたのよ。虎猫。背中に島の線が入ってるやつ。目立つからすぐわかるわよ。うん、頼んだわね。おう、見ろよ、岡崎。綺麗な虎模様の猫を捕まえたんだ。皮剥いだらちょっとは金になるかな。見つかったの？あ、ミサエさん、皮剥ぐ暴れるから押さえつけててよ。あんたのを剥いでやるわ。あ？あいつは。どう？無事だった？まあ、付き合い長いしね。そうだ、岡崎、お礼に部屋でお茶飲んでかない？どうぞ。何もない部屋だけど、どうぞ。あー、そっちに座ってて。ないわよ。そのうちいなくなるもんだと思ってたから、つけてないのよ。
今でも明日にはいなくなるんじゃないかって思ってるけど。はい、どうぞ。そうね、拾ったのは高校の頃かな。どれぐらいか分かって言ってんの？あら、それぐらいに見える？お菓子も食べてね。岡崎って思ってたよりいいやつじゃない。あんまりいい噂は聞いてなかったけど、うちのやつらの中にもあんたぐらいまともなやつがいればいいんだけどね。あいつらほんとガキばっかりで、私のこと生き遅れだとかみそじだとか言うのよ。もっと若いってのねえ。え？いや、まあそうなんだけどね。それでもなんだろうね、こういう仕事が向いてると思うのよね。人の世話が好きなのかもね。それにこの場所には未練もあるしね。離れたくないんだ。え？何よ、聞きたいの？バーカ、教えてやるもんか。短いわよ、すっごく。ああ、またラグビー部の連中かね。相談事だったら上がってくると思うけど。どこによ。うわ、人が毎日寝てるところに。ミサエさん。ああ、はいはい。辻本っす。いちいち言わなくてもいい加減覚えるわよ。で、なに？その、悩んでることがありまして、相談に乗っていただけますか？思春期真っ只中ね。どうぞお上がんなさい。すみません、失礼します。で、実は最近溜まってるみたいで、なかなか出ないし、時間かかるし。それは困ったわね。体調悪い？いい、そんな気がします。仕方ないわね。それじゃあ私が使ってる便秘薬分けてあげる。あ、何か後ろで動きませんでした？え？あー、猫じゃない？でかい猫っすね。はい、これ使っても出ないようなら病院行った方がいいわよ。ありがとうございます。こういうこと仲間にはなかなか相談しにくくて。私だって便秘の相談なんかされたかないわよ。でもミサエさん、なんだかんだ言ってこうして面倒を見てくれる。ああ、こんなだからあいつに甘いなんて言われるんかね。あいつとは？ああ、友達。そうっすか。俺はミサエさん厳しいところもあるからちょうどいいと思うっす。飴と鞭って言うんでしょうか。そんなの使い分けてるつもりはないんだけどね。では失礼します。お大事に。
もう大丈夫よ。何がよ。ああ、まあそっちの悩みを相談してくれた方がマシかも。便秘の相談なんてまるで子供じゃない。私はあいつらの母親かっつーの。何よ。あんたね、変なことさせようとしてるでしょ。あ、岡崎信じられない。でもまあ、こんな量じゃさっきの言葉は貴重ね。ありがたく受け取っておくわ。横島な考えは置いておいてね。ああ、うん、それじゃあね。ん？どうして？そんなお礼、一回きりよ。はあ、別に用なくてもいいけどさ。変なこと考えないでよ。さっきまで気絶してましたよ。あ？今女の匂いがしたぞ。それも知ってる匂いだ。最近関節技を食らった。そう、ミサエさんだ。ふーん、知らない間にそういう関係だったのか。ま、確かにお前には年上の方が合いそうだもんな。あれ、そんな。へえ、そりゃ知らなかった。ふん。じゃあ僕の相談にも乗ってくれるかな。マジかよ。おっぱい見せてくださいって。じゃあ結果的におっぱいを見せることになる相談をすればいいんだな。はっ、僕の巧みな話術にかかればもう見せまくりのブルンブルン揺れまくりだっての。まっ、後で話だけでも聞かせてやるよ。へっ、言ってろよ。さて、昼飯食ってこようっと。
今まで寝てたからね。6時間目って何？ん？よっしゃ、ハットトリック！帰ろうぜ。ん？当然。そのためにもどっか寄って遊んでこうぜ。駅前のゲーセンだったら誰かいるよ。岡崎か。女性の部屋に入る前はノックぐらいなさいよね。で、なに？なんかよ。それで本当に用もなしに来るかね。こっちは疲れてんだからちょっとは遠慮なさいよね。そりゃね、今夕飯の片付けが終わって戻ってきたところよ。いや、別に悪かないけどさ。はあ、どうぞ、お上がんなさい。あまり…はい、どうぞ。はあ、なんで私は親切にお茶なんて入れてあげてるんだ。もう今回切るよ。どうする？隠れる？あー、またそこか。あんまり匂い嗅ぐなよ。はーい。チーズ。ん？角原が来るなんて珍しいわね。何？相談があって来たんだよ。上がっていいよね。なんかいかにも人に聞いてきましたって感じの段取りね。え？何のこと？僕には全然わかんないね。じらじらしい。ま、あんただけ追い返すわけにもいかないからね。少しだけよ。やりへぇ、ミサエさんの部屋って初めて見たよ。若い女の子の部屋でもなし、興味なんて最初からないでしょうが。あるって。おっぱいとか。ん？今なんて？あ、いや、何も。そう。とりあえず座りなさいよ。落ち着かないでしょ。ああ、これどうも。失礼いたしやす。へい。はい、お茶どうぞ。ああ、お構いなく。で、相談って何よ。ああ、なんか言うの恥ずかしいな。さっき平気で恥ずかしい言葉口走ってたでしょうが。え、何のことだか。ああ、そうだ、僕占い得意なんだ。相談事じゃなかったのか。いや、それは後で。まず占いさせてよ。女の、私そういうの信じないのよ。そんな。そんな泣きそうな顔するな。もう分かったから、したいなら勝手にしなさい。何で見るの？星座？それとも手相？おっぱい。
今なんて？ああ、手相！今、手相って言ったんだ、僕！はあ、ほら、とっとと見てよ。うわあ、ミサエさん、綺麗な指してるな。な、ゾッとすること言わないでね。ああ、長生きするね、ミサエさん。生命線長いもの。以上。大層な占いをありがとう。どういたしまして。とっとと悩み事言って帰ってくれない？ミサエさん、冷たいな。あんたに変な気がなければ優しくしてあげるわよ。ないって、なんにもないよ。そうかしらね。ああ、ミサエさん、正座してんの？崩して楽にしてよ。なんで客のあんたにんなこと言われなきゃならないのよ。ああ、ミサエさん、服着たままなの？おっぱい出して楽にしてよ。即刻出て行け！ああ、岡崎、嘘つきだ！差し金は岡崎、あんた。それもそっか。その分私はすごく苦労してると思わない？ああ、それを言われたら否定できないんだけどね。でも便秘とかおっぱいとかそんなんばっかよ。また変なこと考えてるでしょ。バーカ、からかうんじゃないわよ。え？どういうところがあんたの好みに当てはまったのか、ぜひ知りたいものね。いいわよ、いくつでも言ってもらって。戦闘力って何よ？ん？うん、してくんない。あんたが言ってるのは、先々そうなるかもしれないっていう仮定の話でしょ？それとも、さっきの真剣な告白って受け取っていいの？返事してあげようか。でしょ。バーカ、そんないいものか。あー、また来たか。今日は忙しいね。あんた、布団の中にいる方が長いんじゃない？女子寮の子？いや、部外者だ。来てはまずかっただろうか。まあ、男子寮に女子が入ってはいけないっていう規則はないからいいんじゃない？うん、話せる人でよかった。自己紹介が遅れた。私は2年の坂上智代。相良美沙、ここの寮母。うん、知ってる。要は何？あなたはかつて本校において初めて女子で生徒会長となり、そして伝説の全校生徒無遅刻無欠席ウィークを達成したと聞く。それは本当か？ああ、懐かしい話ね。そんなこともあったかしらね。すごいな。女子で生徒会長になることもすごい。
けど全校生徒を1週間も無遅刻無欠席で登校させるなんて私にはできそうもない。だからすごいと言って、ああたまたまでしょ。それは謙遜だ。もしあなたと同じ学年であったならばライバルだったのか。何、あなた生徒会長に立候補するの？うん、その通りだ。実績を聞く限りあなたは理想とされる生徒会長だった。いろいろと話を聞きたい、参考にもなる。だからこうして会いに来た。迷惑だっただろうか？ううん、全然嬉しいわ。理想なんてめっそうもないけどね。なんなら上がっていく？迷惑ではないだろうか？あうん、大丈夫かな。ではそうさせてもらいたい。あうん、そうね。どうぞ。お茶どうぞ。すまない。で、何が聞きたいの？うん、やっぱり全校生徒をいかに結束させたかだ。それは束縛や強要ではなかったのだろう？うん、だからたまたまだって。たまたまで700人もの生徒が無遅刻無欠席で1週間も登校しない、それはすごいことだ。まあ結果的にはすごいことだったのかもね。校内集会に自ら立ったのか？うん、まあそんなだったような。人望があったんだな。後輩には好かれていたわね。そうか、私はこの春だから顔すら知られていない。これはハンデではないだろうか？あんたも年下から好かれるタイプよ。それも同性から。うん、その自覚は以前の学校ではあった。だったら頑張れば大丈夫よ。でも我が校には遅刻の常習犯がいるらしいんだ。ああ、あいつらね。知っているのか？まあ有名だもんね。あなたならどうする？そうね、特別何もしないわね、きっと。え？そもそもね、1週間無遅刻無欠席ってのは結果なの。うん、私は声を張り上げてみんなの前で来週の1週間頑張りましょうって言っただけ。本当にそれだけなのよ。で、結果として達成しちゃっただけ。言いたいことわかる？努力でどうかなる問題じゃないのよ。だからたまたまって言ったのよ、私。でもその後の生徒会長は同じことを試みて誰一人達成しえなかった。あまりに確率が低すぎるたまたまだ。そこには何か別の要因があったのではないだろうか？ああ、そうね。一つ言えることがあれば、目標に向かって闇雲に頑張らないことよ。みんな躍起になりすぎたんじゃない？そりゃ反発する人も出るでしょう。なるほど、ためになる話だった。礼を言う。ありがとう。ではそろそろおいとましようと思う。あら、そう？頑張ってね。まず生徒会長になるところからだけど。うん、なった暁には自然体の私でいよう。それが今日私が、あなたから学んだことだ。では失礼する。うん、またいつでも来てね。武士みたいな子ね。見れなくて残念ね。綺麗な子だったわよ。何が？ああ、そんな昔話することでもないでしょ。そうなの？
私が清楚な美少女だったって話さなかったっけ。ま、そりゃどう思うかは自由だけどね。また昔の男の話。ああ、そんなのどうだっていいじゃない。絆で結ばれて、どんな困難にも二人一緒なら乗り越えていけます。あ、どうしたんでしょうか。はあ、かわいそうに。仕方ないわよ、これも運命ね。恋占いって難しいです。何してんのよ、あんたは。ああ。ありがとう。で、なんであんたがコーヒーの豆を置いてる場所知ってんの？まさか
私がいない間に家探しとかしてんじゃないでしょうね。下着はタンスの上から2段目だかんね。その反応だと本当に何もしてないみたいね。そうでもないわよ。確かめてみたら？本当は1段目だからね。2段目は靴下とかよ。やっぱやめて。それで喜ばれたらあんた変態っぽいから。で、今日は何の用なの？私、用かはないわよ。ああ、落ち着く暇さえないのね。あら、また知らない子。相良ミサエさんですか？ええ、そうよ。はじめまして。私、藤林亮と言います。その、今日は、相談したいことがあってきました。大繁盛ね。私にはそういう才能があるんかね。仕事変えようかしら。すみません、突然訪ねてきて、その迷惑ですよね。ああ、いいのいいの、気にしないで。ま、上がりなさいな。いいんですか？あんたみたいなタイプの子が男子寮に来るなんて、よっぽど悩んでるんでしょ？答えてあげられるかはわかんないけど、とりあえず話してごらん。はい、ありがとうございます。で、相談って何？その胸のあたりがすごくモヤモヤするんです。ああ、これは何なのでしょうか？さあ、恋じゃない？やっぱり恋なんですか？え、当たり？今かなり適当に言ったんだけど。自分でもなんとなくは気づいてはいたんですけど、自信が持てないというか、初めての気持ちなので。ああ、青春してんね。羨ましいわ。それでなんですけど、恋って何でしょうか？は？クラスの男子に聞かれて、答えられなかったんです。はあ。私、占いとかが好きで、恋占いとかもよくするんです。でも、その人に、恋を知らないで恋占いをするのは、説得力に欠けるんじゃないかって言わ…ずいぶん偉そうなこと言うやつね。いえ、そんなことはないと思います。その人は私に大切なアドバイスをくれたんだと思います。確かに人の運勢を占っておきながら、その意味をきちんと分かっていないというのは失礼なことだと思いますし、偉そうとかそんなことはないです。ずいぶんそいつの肩を持つのね。そういう
うわけじゃないですけど、そのひょっとしてあんた、そのクラスメートに話しかけられたらドキドキする？どうしてわかるんですか？他の女の子と話をしてるところとか見たら、胸のあたりがムってなんない？その通りです。しかもまっすぐ目見つめらんないでしょ。それが恋よ。若いっていいわね。私もそんな時期があったわ。あの、うん？ドキドキしてムッとして目を合わせられないのが、その普通の友達相手にそんな気持ちになんないでしょ？はい。特にね、ムッとなるとこ、そこ重要よ。そうなんですか。ドキドキに勘違いはあっても、ムっていうのに勘違いはないから。まあ私の経験論だけどさ、そう間違ってるとは思わないわ。そうですか。ありがとうございます。すごくためになりました。あー、ちなみに一つ聞きたいんだけど、あんたにアドバイスをくれたってやつ、まさかとは思うけど、岡崎じゃないわよね？は嘘、マジ？あれのどこがいいわけ？その、2年の頃、お姉ちゃんが毎日楽しそうに話をしてくれて、初めは憧れのようなものだったんですけど、3年で同じクラスに慣れて、近くで見ていたらかっこいいなって思って。はあ、盲目的というか若いっていうか。でもあいつはやめといた方がいいわ。遅刻の常習犯だし、放課後も人の部屋に入り浸って仕事の邪魔するし、ろくな男じゃないわ。あんたみたいな子なら他にも。あの、入り浸っているというのは、その。ああそうよ、遠慮ってのがない男はダメね。絶対後で苦労するから。岡崎君とよく一緒にいるんですか？いるんじゃなくていられてるのよ。あれ？あの、私今ムッとしてしまいました。あれ、まどうしたらいいんでしょう。そうね、とりあえず今の気持ちを大切にしておいたら。とりあえず私と岡崎は何もないし、むしろあんたが頑張ってあいつを振り向かせでもしてくれたら、私は仕事の邪魔されなくて済むしね。そうなんですか。動かないで後悔すると未練残るわよ。若いうちはぶつかりまくりなさい。あの、今日はいろいろとありがとうございました。ああ、ためになってくれたんなら私も嬉しいよ。はい、それでは失礼します。あんたの差し金よね。っていうか知らなかったの？さっきの子に好かれてるの。んで、どうすんの？あの子の気持ち、あんた聞いたでしょ？もったいない。今から知っていけばいいじゃない。あんたが真面目になれば問題ないわよ。ああ、あの子もかわいそうに。
で、ちなみにあの子をけしかけて何を聞き出そうとしてたの？あんたまだ諦めてないの？ああ。コーヒーの飲みすぎじゃない？ああ。あんたがこんなところでうだうだ暇つぶしてなかったら別の未来があった気がするわ。そりゃもう健全だね。それでもここに居続けるの？迷惑してないように見えて。ああ、なんでこんな奴にばっか気に入られるかね。はーい。こちらで恋愛の相談に乗ってもらえるって。何人来たら気が済むんじゃ。あんたで本日10人目よ。こっちだって暇じゃないんだから、1日1人が限度よ。あ、予約がいるんですか？チラシには書いてなかったですけど。チラシまであるんか。すみません、また出直してきます。あー、いいわよ、どうぞ。いいんですか？あんた一人だけ断るわけにはいかないもんね。すみません、ありがとうございます。まあそういうものよ、自信を持ちなさい。そうなんですか？とても、本当、私自分に、ミサエさんは学生時代どうだったんですか？なんたって初めて女性で生徒会長になったぐらいですから、モテモテだ。ああ、なんでそんなことまでバレてるんかね。今だって綺麗ですもんね。モテましたよね、私と違って。さあね、モテたなんて記憶ないけどね。今は彼氏いるんですか？何よもう、そんなこといいじゃない。ミサエさんのような素敵な女性に選ばれる男性ってどんな人か気になっちゃって。こんなところでガキどもの相手してる私のどこが素敵なんだか。男子もみんな慕ってるって聞きました。ああ、もう、あれは奴らの愛情表現なのか。そう、なので知りたいんです、教えてください。ああ、いないわよ、ガキどもの面倒見るので精一杯。そうなんですか、なんだかもったいないですね。それは世の男性に言っとくれ。じゃあ前の彼氏はどんな方だったんですか？ああ、なこと聞きたいの？聞きたいです。そんなキラキラした目で見ないでよ、もう。どんなやつだったかね。そんな昔の話なんですか？昔よ、学生時代だもの。じゃあやっぱり生徒会長だった時はモテたんですね。あれは生徒会長になる前だったんじゃなかったっけ。詳しくは思い出せないけど。その人かっこよかったですか？ああ、根掘り葉掘りと。あ、すみません。いいわよ、格好よくはなかった。部活も入ってなかったんじゃないかしら。え、結構普通の人だったんですね。そうね。きっと性格が良かったんですね。さあね。じゃあどうして好きになったんですか？さあ、どうしてでしょう。でも好きだったんですよね。そうね。向こうから告白してきたんですか？あのさ。はい。やっぱりこの話はあまりしたくないわ、ごめんね。あ、すみません、詮索しすぎちゃいました。でも本当、ミサエさんって憧れの女性像だから恋愛観とか知りたくなっちゃって。こんな平凡な女性に憧れちゃダメよ。そんなことないですってば。でもま、
あの頃の私が一番輝いてたってことは認めるわ。下級生からはモテたし。やっぱり。でも女の子ばかりよ。それでもすごいです。そうかしらね。そして私はその輝いてた時間をあんな奴のために無駄にしちゃったんだ。二度と帰ってこない時間なのにね。え？何かあったんですか？別に特別なことなんて何もないわよ。ただ振られただけ。それだけ。ああ、そうだったんですか。あんたはこれから輝くんだから、その時間大切になさいよね。あ、はい。今日は本当にありがとうございました。これで満足？まったく、有能な営業マンだわ。10人揃いも揃って恋愛の話じゃね。で、昔の男の話を聞き出すことに成功したあんたはどうするの？そんな奴のことを忘れさせてやるって抱きしめてでもくれるの？されちゃ困るから先に言ったのよ。じゃ、もう十分ね。よかったわね。じゃあお好きにどうぞ。年上の女性を泣かせる趣味まであるんならね。すごくなんてないわよ。平凡すぎるぐらいだった。私なんかとは釣り合わないほどにね。何が？おっぱい？ああ、ミサエさんのおっぱい見るために頑張ってるんじゃなかったの？じゃあ何？マジで迫ってんの？僕が知るかよ。考えられるとしたらあれだな。おっぱいバカにしたらおっぱいに泣くぞお前。あるかもしれないだろ。そん時になっておっぱいシャークって頭抱えて叫んでも遅いんだぜ。まあそりゃ人それぞれだけどさ。なんだよ、お前にしちゃ悩んでるみたいだな。おっぱいのことか？悪いね。どうしてもミサエさんイコールおっぱいなんだよね。そいつは確かに。じゃあこれからはわからないように、はい、ミサエさんパイオツでけーって。バレねって。パイオツ超でけー、愛が挟まれてー。今度行ってみよっと。一人でニヤニヤしてんだよ。面白いことだったら僕にも教えろよ。ん？はーい。なんだ岡崎か。何よ、いつもノックなんてしないくせに。そりゃ失礼よ。着替えの途中とかだったらどうすんのよ。バーカ、着替えるときは鍵閉めるわよ。ほら、突っ立ってないで入んなさいよ。何言ってんのか意味まるでわかんないんだけど。
あのね、私はカウンセラーでも恋愛の達人でもないの。あんたが勝手にそう仕立て上げただけだから、客なんて取らないの。どうせろくな悩みじゃないんでしょ。やあよ、当然よ。ああ、仕方ないわね。ほら、上がりなさい。じゃ、あんたの大層な悩みとやらを聞かせてもらおうか。お、あんたにもようやく好きな人ができたか。それはめでたいね。私も嬉しいよ。もうここには来ないで済むってことだからね。こんな年間と一緒に過ごさなくてもよくなってよかった。あー、前の子、藤林さんだっけ。同じクラスの子、年上。じゃあ先生、あー、英語の福島先生はやめておきなさいよね。あの、じゃあ保健の仙石先生か。それがまた不釣り合いでさ。そう、そりゃ、じゃあ安心ね。あー、もう一人いた。学生寮の寮母も辞めといた方がいいわ。あいつは今でも待ち続けてる人がいるから。この学校で出会って短い時間の中で恋、それでいなくなってしまった人のことを今でも思い続けてるから。だからもう誰も好きになれない。輝いていた時間ごと止めてしまって、もう遠くに置いてきてしまったの。あとはこのまま年老いていくだけ。それだけのやつだから。だからやめとけ。あんたにはもっと輝いてる子が似合うよ。悪いけどもう相談はおしまい。聞かない、聞く耳持たない、そういうことにさせてよ。ね。ごめんね。